今日はね、あのリンパールっていうのを分かりやすくやってみたいなと思います。リンパ線、リンパール。カットインする人ってこう来てこう来てでこっち入ってゴールの方行きますよね。これ実はリンパールなんです。結局フェイントも含めて他にもいろんなプレーがあるからリンパールって言うんですね。わかりました。ここまで考えられてリンパールなんです。だからフェイントじゃなくて戦い方なんです。私たちロンズの活動はゴルフ用品の大型専門店鶴屋ゴルフ、福島県石川町猫鳴温泉、式部の館五つ屋、大阪府吹田市桃山台鈴木歯科クリニック、その他スポンサー様に支えられています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ロンズチャンネル始まりました。はい、チュートリアルの回ですね。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。これからね、上がる動画をちょっと話するんですけど、まあ、チュートリアルとか、はい、土曜日に上がってるものはね、うん、あの今のところ継続して上げているんですけど、うん、キヨさんとかも僕とかがね、セットアップだったり、うん、キヨさんだけで行く顧問契約のね、うん、チームの、まあ、Vlog みたいな感じで、うん、今後ちょっと撮っていこうかなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。なんで白っこいんですか。え、いや今やばいね、知ってるのにおみたいな、やんないといけないかなって。知ってるくせにやばい。え、演技しないといけない。いらないでしょ。あ、いらないの。まあでも、はい、ないですね。YouTube の撮影慣れてきました。まあ全然慣れないけどね。とある今撮影してて、もうめっちゃカミカミで、キヨさんのカミカミ集っていうのを出したいんですよ。もうおもろすぎて、もういじりすぎて俺怒られんじゃねえかって。イッシーさんと、ね、やってブラッシュアップもイッシーさんをいじって、ま、いじってんじゃないよ、違う、やるからそりゃさ撮るよ僕もね。とある動画でそれをやって、もうしかも膨大な量です見たけど。ごめんなさい、はい、もう面白い。いえ、ゆってぃさんがすごい、ほんと一人でよくあんな自然に喋れるな、ほんとね、やってみたら分かります。力生まれたんだ。何でも喋れる。素晴らしい、羨ましい。まあ、そんなだからちょっとオフっぽい動画が流れてくるんで、これからね、はい、それこそ今4月の14日かな、うん、なんですけど、再来週キヨさんと兵庫のね、うん、兵庫県にセットアップをやりました。はい、はい、もう最初から当たりますからね。はい、まあブラッシュアップとかユッティチャンネルとか見てる人は分かる、うん、ああいう、はい、もう新幹線とか、うん、新幹線なかったんだけど、新横浜ね、うん、からドッキリとかやってろがな。やめてやめて。はい、はい、そんな感じです。はい、じゃあお二人さん、はい、今日はね、俊勢くんと、田中裕樹くんですね、はい、見てくれます。こんにちは。こんにちは。どうですか最近の活動は。お二人の活動、うん、今日の練習が面白かったです。おお。俊勢くんも久々じゃね。そうですね、1ヶ月ぶりぐらいです。うん、まあちょっとゲーム形式だった、なんだろう、その実践向けの、なんだ、練習ができたので、すごい良かったです。はいはい、ちょっと待った。熱中症だな、あれ。早くね。あ、でも熱中症なんですよね。もうなるなる、ジジバなる。おじいちゃんはこの間、本当昨日とかにあのダウン着てニット帽かぶってんですよ、昨日あんな暑いのに。いや、やばと思って。あ、でもおじいちゃんの気持ちわかるよな。いや、俺ほんと寒い寒い、うん、ほんと寒がりだから、ただの温度調節もできなくなって、同じく同じくです。はい、はい、ということで今日は、今日はね、あのリンパールっていうのを、分かりやすく、やってみたいなと思います。リンパ線、リンパール、意味わかる、わかんないです。そうだよね、初めてだもん、日本で多分。ポケモンに出てきて。あのね、ポルトガル語で掃除するって意味なんですよ。で、ブラジルとか行ったことある人よくわかると思うんですけど、あのテレビとかのサッカー中継で時々、まあ、リンパールって言葉から、まあ、あのいろいろ変化するんですよね。リンポーとかそういう感じで変化していくんですけど、普通にブラジルって掃除するって言葉を解説者じゃないですよ、アナウンサーが普通に喋ったりするんですよ。それぐらいブラジルでは当たり前になってる、掃除する、リンパールっていう、ちょっと煽ってる、悪口じゃないけど、はい、そんな感じで言うんですか、じゃなくて、うん、じゃない、じゃなくて掃除する
っていう意味で言ってるんです。で目の前のまあ言ってみればここでバラしちゃダメですよね。ああなるほど、はい、うんうん、それを手取りやすい、はい、そうですね、掃除するってどういうことっていうの、はい、はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、自分、相手、そしてゴールっていう道筋があります。でこの場合今止まってる状態だから割といいポジション取ってるじゃないですか、この角度だと。だからみんなはここに仕掛けるかそれとも、やめるかっていう選択肢がありますよね。だけどこれね結構ねこう進んでくると、ちょっとゴール見てくださいね、ゴールへの道筋だけ見てください。こう進んでくるともっと、はい、見えたりする時ってありません？カットインする人ってこう来てこう来てでこっち入ってゴールの方行きますよね。これ実はリンパールなんです。目の前邪魔じゃないですか、邪魔じゃないですか。これをどけるんです。どけといてゴールの道筋だから掃除する。だからこれを、ブラジルではいろんな形であのリンパールって言うんですけど、フェイントもそうですよね。例えばですよ、これもリンパールなんです。あの道筋ができましたよね。こうやって掃除するっていうのがリンパールで、で多分お二人得意ですよね、こういうのどかして入っていくじゃあここの一番分かりやすいリンパール、ここからゴールへ入っていくためのリンパールをいくつかちょっとお二人にやってみてもらいたいなと。うん、はいはい、リターン、はい、このたかしをどけて、そうでゴール向かえばいいかなで今のは要は掃除ができなかったんです。そうこれもやっぱり掃除ができなくて、要はたかしをどかさないと掃除ってできないです。ああ OKOK、 押し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 、そういうことです、そういうことです。なかなか難しいねこのシチュエーションで。あ、今なし、今なし。じゃああと1回ずついきましょうか。お、うまいあ、そういうの使いましょう、うん、そうやって技使ってもいいです。縁がなる、はいはい、やっていいっすよハハ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 ハ、うまい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 、はい OK でーす。で要はフェイントも含めて、フェイントはフェイントじゃないですか、今お二人得意のフェイント出して、あ、いいんですいいんですよ、それで掃除したわけです。で結局フェイントも含めて他にもいろんなプレーがあるからリンパールっていうんですね。でフェイントはフェイントなんだけど、これをどかすプレーがリンパールっていうだけであって、実はあのグループでのプレーもリンパールになるプレーもたくさんあるんです。でその前に今2人はこう仕掛けておいて、こう仕掛けておいて、要はこういうカットインのリンパールをやってくれたわけじゃないですか。じゃあ今度はカットインから縦、例えばタカシが中切りしてますよね、これをわざとこっちに行くんです。こっからのリンパール切ってる方にわざと行くんです。これこういう切り方してたら、そしたらわざとこっちに体重かかったところ、これがリンパールなんです。フェイントであり掃除するっていう概念なんです。ちょっとこっち系やってみましょうか。そういうこと、ゴール向かってってください何やってもいいからね。これここの角度から撮ってもらっていいですか。あの要は道いいですか、ここへの道筋を作るためにね、ここへの道筋を作るためにね、この道筋を作るために掃除してるわけです。
今この道筋に進んでないんです。ちょっとここまで意識してやってもらっていいですか。さあリンパール成功するか。わかりました、うん、ここまで考えられてリンパールなんです。だからフェイントじゃなくて戦い方なんです。よし、はい、リンパールです。ここへ進むために邪魔物を掃除する。あ、そういうことです、そういうことです。これでリンパールになってきました。わかります、はい、違い。あと1回ずついきましょうか。おい、はい、リンパールです。あ、これはリンパールじゃないですっていうことですね。今よくわかりましたよね。はい、じゃあ次もう一個だけちょっとやりましょう、わかりやすくするために。うん、でこっから最初俊瀬くんちょっとここ来て、でカメラもここ見て、この状態だとチャレカバってどういう感じで入ります。そういう感じで入ります。うん、わかりました。じゃあおい、その状態で、じゃあ僕はたかしをこっちにどけたらここのコースできるんで、僕はここ行かないです、こっち選びます。ちょっとゆっくりやってみますよ。たかしをこっちにどけたら、そしたらここができるんで、となると今の分かります。うん、ブエナ君の位置で決めてるんですよ、どうするのか。ブエナ君右側に見えるから、あえてリンパルってあえてどかしたい相手の方向へ動かす。2人ともこっちいるからこっちへどかしたいです。だからあえてこっちにどかしに入ってこっち来るんです。 OK ですか。じゃあこんな感じでちょっと1回やってみてください。そういうことです、そういうことです。で今パワー折ったの分かります。俊瀬くんもう一回ここ来てください。このあとちょっとブエナ君にもやってもらいますけど、こっちへ動かすと、こっちへ動かすとブエナ君こう来るんで、ここでパワー折るんです。だからこれがスルスルドリブルっていうんですけど、一人でスルスルっていけるドリブルがこのリンパールから始まって、こういうことができるんです。じゃあもう一回やってみましょう。でこの後ブエナ君もう一回お願いします。最初のタカシに対してのリンパールがゴールじゃなくて、そう、外向かっちゃったんです。ゴールへ向かってないから、だからリンパールじゃなかったんです。そう怪しいじゃあ OK です。ブエナ君とチェンジしましょう。俊瀬君の立ち位置見てください。俊瀬君立ち位置、あ、ちょっと待って、俊瀬君の立ち位置今どっちですか。左ですね。じゃあどっちにリンパールしたいですか。これリンパールの基本は立ってる方てから、そうっすね、そうっすね。そうするとその後俊瀬君がどっちにパワーかけてくるか分かりますよね。あ、そのパワーを折るんです。まずはタカシをリンパールしてゴール向かってください。はい、おー、うまい。はい、グッドです、グッドです。で今2人ともな、まだ慣れがね、あのないからあれですけど、これ左に見えるじゃないですか。左に見えるから、だからこれをこっちに動かして、こっちに動かしてこう入ってきます。はい、っていう感じでほぼゴール一直線のルートを進んでいくと、これがリンパールっていうものになるんですね。左立ってるから、そうそうそう、はいはい。ちょっと角、あの、これはもう慣れですけど、ちょっと角度がやっぱきついから、だからあとこれがもうちょっと角度がゴールの幅に向かっていくとリンパールってものなんです。以上です。はい、いかがでしたでしょうか。はい、今回はリンパール。はい。そんな声ちっちゃい。びっくりした。リンパールです。はい、まあなんかポルトガル語だから、皆さんはね、僕らもそうです。聞きなじみがないんで、うん、まあちょっとね、まあ、あのロンズ語録じゃないですけど、あのちょっとね、僕は流行らせたいロンズ語録で山の手宣言。うん、これやりたい。やらせたいんだ。やらせたい。鶴剣。
いっぱいあるじゃん。久しぶりすぎて。いやゲートが出てこない。門が出てきちゃった。あ、門が出てきちゃった。今日やったじゃん、餅つき。こういうのね、やってみたいなと思いますね、僕は。やってみてどうでした、お二人さんは。やっぱこれがなんかやっぱ怖さにつながる、やっぱゴールに向かうっていうところが前提にあるんで、そのリンパールの意味をなんかこう理解できました。はい、ありがとうございます。うん、ケンちゃんはメッシがこのドリブルに近いなっていう。そうです、すごいよ。うん、うん、まあ、今言ってくれたその怖さに本当につながってくれると思いました。うん、で結構奥の人を見て方向を選ぶっていうね、これって日本のサッカーの概念になかなかないじゃないですか。だけどないわけでもない、言ってる人もいるんですよ実は。だけどこうやってリンパールって言葉で言語化して、あ、リンパール奥の人を見て、あ、最初右にどかせて入っていくのか左に置かせて入っていくのか、要は相手のポジショニングで自分の進行方向って決めていくんです。そうするとメッシみたいなドリブルもやりやすくなりますよってことです。これ見てる方の中でまあ、ロンゾすごく見てる人はね、多分こういうこと言わないんですけど、ディフェンスが緩いからとか、うん、もうそれ違うから次元がチュートリアルなんで緩くやってるだけね。もうキヨさんが言うとちょっと違う、俺が言うわこれは。言わせていただきます。そこじゃなくて現象を見てください。でプロの選手をやってる人を見つけてください。はい、そういった心で見ましょう。はい、チャンネル登録とグッドボタンのコメント、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。